ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ。サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。今手にしている、それを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。サクラは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体、最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。
サイ、あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始。よし。あんたじゃ私を止めることはできない。これは僕も本気で行かないとまずいな。私の邪魔をするっていうのね。高橋先生が来るまで何とか止めてみせる。勝負を決めさせてもらう。安心してください、さくらさん。僕が道を切り開いてみせます。遅いな。ありがとう、リーさん。いや、君じゃ僕は倒せないよ。するぜ。呼んでください。オーカさん。
り。サイは抑えることができた。あとは俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケ君は私一人でやる。まさかキバやリーさんこと。カカシ先生、すみません。久しぶりだな、団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後。なるほど。まだら。奴の能力は未知だ。用心しろ。はっ。サスケ君がこの先に。名は、ウチハ・サスケ。
さくら、痛えよ。さくら、誰だ、お前をそんなにした奴は。ウスラトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ、サスケ君。うちは、サスケか。サスケ。お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木ノ葉上層部の命令で、内派たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ！あいつはそんな男ではないと思っていたが。いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だった。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく、影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない。多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは木ノ葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな。
これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。潰す小僧が、どうだ、伊賀さん、ネトン、大丈夫、当たらぬ、そうではないということか。消えろ、断ぞ。ゴミの命など残す必要があったというのだ、イタチ。伊賀さん、イタチ、こいつはお前の唯一の失敗そのものではないか。
スサノセントンカグツセントンわかったか。俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。ウチャを舐めるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。この葉のため、忍びの世のため。わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。
この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏小封印術。サスケ、断蔵から離れろ。ヒルゼン、わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うなあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。
次だ。木ノ葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木ノ葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。俺は私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木ノ葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木ノ葉に戻ることじゃねえ。俺が本当にやるべきこと、それは おい、ナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってばまだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え。それを見つけないと俺は前に歩けねえ。だったら俺のやるべきことはもう一度あいつと話をすることだ。だが、そうはさせない。君を止めて木ノ葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら、ヤマト隊長には悪いけど、押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。先へは行かせないよ、ナルト。
ウトン螺旋手裏剣強くなったな。このまま一気に押し切ってやる。ごめん、ヤマト隊長。俺は、サスケんとこに行って、そんで、あいつともう一度話をする。それが、今の俺にできること。それが、答えを見つけるために、俺にとって大切なことなんだ。だから俺、行くってばよ。待て、ナルト。さくらちゃん、かかし先生、待ってろよ、サスケ。